矢吹元気玉木霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。今日のお題は渡辺真帆とさん、渡辺真帆とっていうチャンネルについて、チャンネルとあのご本人について。はい、渡辺真帆とさんは大人気 YouTuber です。はい、1992年12月8日まで誕生数は5で、今謹慎中なんです。で、その方が2月14日以降に復帰するっていう噂なんですけど、復帰するのかどうか、本当に復帰したらどうなるのか、今後の活動っていうのをちょっと勝手に占います。すいません、有名人の YouTuber の方を占って本当にすいません、勝手に。もう本当すいません。はい。何度も。はい。で、ことの経緯としては、謹慎前は270万人 YouTube に登録者がいたっていう、すっごい人気な真帆とさんだったんですが、2019年の6月に、同棲してたのかな、彼女なのかな、友人なのかわからないけど、女性にお酒を飲んで暴行して顔を踏んづけたっていうね。それで警察が来て逮捕されたっていう経緯があって、で暴行で逮捕されたのはどうやら人生2回目らしいという数の噂で聞きました。この謹慎中の2019年の7月にYouTuber のヒカルさんが真帆とさんに無断で真帆とさんの動画をアップして、事務所の運命を巻き込んで対立したりとか、ヒカルさんがバリューの騒動がありましたね。あれで炎上した時にヒカルさんに対して真帆とさんがチャンネルを一からやり直し、またチャンネル登録数が同じくらいになったら本物のカリスマですとアドバイスしたっていうのがあったりして、なんかこの二人は対立しているっぽいです。あと、真帆とさん情報だと、アーティスト、ラッパーとしても活動してて、この逮捕の直後かなね、メジャーデビューも決まってたらしいんですけど、それもなくなっちゃった。とかいう、ね。うん。で、この活動休止、逮捕されても、ちょっと謹慎処分になって、謹慎します。しばらく活動休止しますっていう報告の動画、今も YouTube にあるんですけど、それは830万回再生プラス20万個のディスライクっていう、すっごい、あと17万の批判、なんかコメントでほとんど批判みたいな。うん。なんかそれを見ていると、果たして復帰して大丈夫だろうかっていう、うん、第三者から見ても、かなり不安になる。私が好きか嫌いかとかそういうの、もう全然ないんですけど、うん。第三者としてこう、傍観してて、こんなになんかすっごい批判されてる中復帰して大丈夫かよいみたいなね状況なんですけど、どうなるかをちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあ真帆とさんは、じゃあまず YouTuber として本当に復帰するのかどうか、復帰するんですか、どうなんですか、教えてください。いきます。何が出た。ああ。うん。復帰はする。する気は満々。戦車ですね。はい。じゃあ、復帰したら、YouTuber として復帰したらどうなるか。今、すごい批判コメントとか、世の中にいっぱいありますが、どうなるんでしょう、真帆とさん。はい、出ました。今は過去の失敗をもとに一からやり直すっていう気分みたい。どうだろう、チャンネル作り直すかどうか、もしかしたら作り直すかもしれない。どうかな、そこまでするかな。でも想像のマジシャンのカードなので、もう本当配信して新たな気持ちでやり直しますっていう気持ちです、彼は。でも
近い将来またなんか炎上しますね。炎上するかなんかしでかすか何するんだろう。近い将来というと春くらい、3月4月5月くらいになんかアクシデントとか、またなんかお酒飲んでやっちゃうとか、なんかしないようにちょっと気をつけてください。何かありそう、大きなことは。そしてですね、周りの人の思いは、もっと謹慎してろよっていうのは本音っぽいですね。世の中の。そして、彼の可能性、秘めた可能性は、妊娠前のような成功はどうかな、可能性として、能力として、事務所とか上から制限とかされてると思うので、前みたいな自由には多分あんまりしないんじゃないかな、みたいな気がするので、なんか、YouTuber としての魅力みたいなのは、妊娠前よりは減っちゃうのかなっていう気もしないと思うので。でも、最終的には1年後が良さそうですよ。お金も心も。これ、節制だから、お金の流れも心の流れも、流れるものがいい感じ。対策とか注意事項は女帝なんですね。なので、注意事項として見ると、また女関係に気をつけろ。ですね。女関係に気をつけろ。で、対策、成功する対策として見れば、女性受けする内容がいいんじゃない？なんかデザインとか芸術とか、可愛らしさ、美しさ、そういう美に関するものとか、なんか男性っぽい荒々しいものより女性らしい、なんかそういう美しさ、可愛らしさを求めるコンテンツがいいのかなって思います。とにかくなんか女性がキーワードですね、今年は。はい。なので、復帰はしますが、女関係に注意するのか、女性に受ける動画を作るのか、女性を意識して頑張りましょう、頑張りましょう。私も頑張ります。はい、私も駆け出しの YouTuber ですが、頑張ります。身を引き締めて頑張ります。すいません、大体先輩の超人気 YouTuber を勝手に占って、本当にすいません。はい、女性気をつけてください。はい、じゃあこのくらいで、はい、バイバーイ。なんか占ってほしいこととかあったら、コメントとか、役に立ったよ、役に立たなかったよとか、なんかあったらコメントください。はい、ではさよなら。